皆さん、こんにちは。非常識な教室執着コンサルタント、高橋貴子です。本日のテーマは、教室の先生のための失敗しない企業塾コンサルタントの選び方 2.0 ということについてお話をしたいと思います。私自身がコンサルタントですし、私自身もリビング企業アカデミーという、まあ、くくりとしては一応企業塾というくくりのものを主催している私が、そんなことを話すとですね、自分のとこに来たらいいよっていう宣伝のために言うんじゃないかって思う人がいるかもしれませんが、そんなことは全くありません。この話をしようと思ったきっかけはですね、私も定期的にですね、マーケティングを兼ねて無料相談会的なものを開催するんですよ。で、その時に以前にはそんなに聞かなかったんですけれども、企業塾に行ってたけれどもとか、コンサルタントについていたけれども結果が出なかったから相談してるみたいなタイプの方がいらっしゃるんですね。で、確かに、選んだところが悪かったかもしれないこととかもあるんですけれども、ご本人の責任においてそれがそうできていないケースとかもあるんですね。ですから、いろんな種類のいろんなところがあるので、どういったところを選ぶのがいいのかということで、もちろん私のところも、私はどういうふうに運営していて、どういう人に来てもらって頑張ってもらいたいかっていう私なりきの方針とかもありますので、全体総括と世の中の流れと、それを合わせてお伝えしようかなというふうに思っているんですね。で、2.0 っていう数字をつけたのはですね、このバージョンは時代とともに話が積み重なっていく可能性が高い話だったので 2.0 っていうのをつけてみましたので、またもう一回このテーマをするかもしれないので、その時には 2.5 とか 2.7 とか 3.2 とかになってるかもしれませんけどね。なんとなくコンピューターのバージョンアップみたいな雰囲気じゃないですか。それでちょっと遊び心でつけてみたっていう感じです。はい、ではそれでは本題に入りたいと思います。ですね、コンサルタントをつけるとか企業塾に行くっていうのは、私が教室を開業した頃ですね、10年前とかではほとんどなかった環境だったんですよ。私自身もコンサルタントの先生のところの会員になっても9年とか9年10年近くになるんですけれども、なんていうんですかね、当時は教室の先生レベルがって言っちゃなんなんですけど、そのいわゆる趣味でちょっとやってるっていう方が多かったご時世で、しっかりがっつりやるためにコンサルをつけるないし入る会員になるっていうのはほとんどない世界でしたね。私がその先生のところに入った時に、まず教室の先生っていうタイプのカテゴリーの人一人しかいなかったです。で、その方は教室の先生というよりはパン屋さんとかを実際に運営していて、それの流れで教室やってるっていう感じなんで、本業実業がパン屋さんっていう方だったので、パン教室の先生っていう人は数千人いる会員の中で多分私一人だけ、しかも男性9割の会員組織の中で1割の女性の、しかも教室の先生って言ったらもう一人だけっていうぐらいの時代に、コンサルティングをやっていた人なんですね。で、なぜ必要だと思ったかっていうと、私は会社員の経験しかなくて、独立自営をして自分の名前で自分の教室ないしは授業で集客をするっていうことはやったことがなかったので、会社の名前において会社の広告費を使って集客を会社がしますからね。それが一人になった時にどうやって集客をしたらいいのか、どうやってインターネットで発信していったらいいのか、今ほど複雑じゃなかったんですけれども、当時はホームページとブログっていう形でしたので、その中でまずは学ばなくてはいけないと思ったので、準備期間としてそうしたいなと思った時から1年前ですね、遡ってそれぐらいから勉強し始めたっていうのが私の実情です。だから会社を辞める前1年間はもうすでにコンサルについていたっていう状態ですね。当時の世の中の状態としては非常に珍しい状態でした。で、それをやるっていうことは当然
他の方がやってないわけですから、そのやってない、いわゆる主婦業からの自宅教室っていうタイプの先生たちよりは、もう私はがっつり週5稼働する、要は会社員と同等の22日稼働が当たり前っていう教室を最初から作りたかったので、それなりの集客ボリュームがもともと必要だったっていうこともあって、それを構築するための準備期間1年ぐらいかかるだろうと思ったから、私はそちらに行ってます。で、その中でやれば当然ですね、他の方がやってないことをやるわけで、もともとビジネスの方はやっていましたし、写真もやっていたし、独立する前にはウェブの専門の方の学校も4ヶ月ぐらい通ってましたので、そういったスキルを身につけた状態でオープンっていうことだったんで、予想通りというか計画通りというか、コースレッスンのほぼ9割を埋めてスタートっていうことをしているタイプの人間です。ですから私は最初からコンサルタント、企業塾ではなかったですけどね、会員組織のグループの録画のセミナーを聞き、あとは自分が先生に個人的に聞けるのは月何回とかっていう相談の回数の中で処理をしていたっていう感じでやっていたのが、その会員組織だったんですね。でその後もちろん私自身は、もともとがそのパン教室自体で成功するというよりはですね、コンサルタントになって教室の先生たちが困っている集客の状況とか経営とか、その指南をする、アドバイザーとしてお仕事を成り立ちを、お仕事をしたいというふうに思っていたので、まずはだから実証を示さなくてはいけないと思って、自分の教室を立ち上げて運営して、うまく回る教室を作ったっていう、それが私の経緯になるので、教室でずっとやっていくっていうことではもともとなかったので、ただそれでも教室6年やりましたけれどもね、最後の方はコンサルと混じりながらっていう教室の運営だったんですけれども、そんな経験をもってして教室の、自分も実際に生徒さんをお迎えして、でかつ経営の方もやってみて、インターネット集客もやってっていうことをしたタイプのコンサルタントになります。で私がそうしている間にもですね、私がコンサルタントになるっていう前あたりからも、世の中的には教室のコンサル業っていうのがポコポコ出始めて、同時に企業塾っていうのも出始めて、経験値を持ってなってる方、要はお菓子なのか料理なのかパンなのかっていう、そういった教室の経験値を持って先生になっている、コンサルの先生になっているというタイプの方もいらっしゃいますし、ビジネスの方面から、全く全然やったことがないけれども教室っていう業界領域においてコンサルという名前でやり始める方、ないしは企業塾を立ち上げる方っていうのが増えてきたのが、今から多分4年くらい前です。だからまだ私がコンサルで一本立ちしてない状態の時から、そういったものが出始めていたことを記憶しています。それでその結果ですね、初めての起業の方とかは何もわからない状態で、少ない情報を頼りに、例えばそういったところに通ったりとか、値段が確かに私が中身を見ても法外だなという値段のものとか、要は中身と価格のバランスが釣り合ってないっていう意味でですよ、一番衝撃だったのが、こういうところに行って、お金を払ってしまったので、後から私の口座を見つけて行きたかったけどもお金がないっていう方から聞いた一番すごかったのが、2日間で25万でプリント5枚しかもらえなくって、講義が1日3時間だから 2日で6時間っていう、そういう講座があるっていう話を聞いた時には衝撃を受けましたけどね。いや、どう考えても教室事業の立ち上げとかっていうのが初めての方だったらですね、6時間の講義レベルのプリント5枚レベルではいかないはずなんですよ。でそれを25万払ってしまうっていう金銭感覚もそうですし、その価格設定をして人を集める方と、どっちもどっちっていう感じだったんですけれども、私のところがすごいいいっていうふうに言ってるわけではなくて、中身をやっぱ見極める目っていうのを選ぶ側にも責任があるっていうことなんですよね。
だからやっぱり2日間でその高いお金を払えば、起業できちゃう、うまくいっちゃうって思うっていうのもやっぱり考えとして浅はかだと思うし、長くやっぱかかりますよね。私でも1年間準備をしている。まあその代わり、オープン当時には満席ですよ、ほぼ。だけれども、やっぱ1年準備してるんですよ。ウェブ作ったり、なんやかかんやかしたり。で考えると、やっぱ2日でそれができちゃうって思うこと自体が、やっぱ思考がその甘いというか、世の中でお金をちゃんといただいて、なりわいとして、ごめんなさい。失礼しました。利益を上げていくっていうことに対する、まあ仕事の捉え方もやっぱり甘いと、まあそういうことになっちゃうわけですよね。で、そういったのが4年5年前ですかね、3、4件続いたんですよ。私のところに相談に来る方に、早く知ってればよかった、だったらって言われたことがあって、まあその方にも責任はあると思っているんですが、私自身もやっぱ外に出ていくアピールをしないと、そういった難民が増えてしまうかなっていうふうに思ったので、それもあって本を書くことを決意したんですね。私自身を探してもらいやすいようにっていうのが一番の目的です。あと、そもそもいきなり、それを頼む前にまだ考えたりやったりすることもできるよねっていうふうに思って本を書いた。まあその当時でももうすでに本も結構ね、出てましたけれどもね。まずは考え方とかどういうふうにしていったらいいのかっていう、その基礎の基礎を知ってもらうために本はあった方がいい。私を見つけてもらうには、あと私という人間がどういうことを考えて教室授業を行ってきて、で今どういうことを考えてコンサルティング授業をやってるかっていうのを知ってほしいなっていうふうに思ったんですね。ですから私の、コンサルティングのポリシーとかは、自分がやったことで、データが出ているもので、うまくいってるものを教えるっていうのが、まあ基本のポリシーになりますし、自分が教室運営をしていたので、当然お客様とどういう関わりを持つか、コースの立て方はどうするのか、クレームはどう対処するのか、あとは試作の時間をどう取るのか、タイムプランをどう作っていくのか、それを全部自分がやってるわけなんですよね。なので、そのマーケティングができるかもしれないコンサルタントが教室事業を見る場合と、まあ、もっと内情と実情が分かった状態での運営方法、価格の付け方、まあ、外への発信の仕方が言えるっていうのが、私の場合には強みにはなってます。ですので、これから始めようとする方、ないしは世の中ね、皆さんが そうだな、こういう話も聞いたんですよね。皆さんがコンサルタントをつけてるので、私もつけようと思ってみたいな、こうファッション感覚で言ってる方とかもいらっしゃるんですけど、まずそういう方はうまくいかないですね。コンサルタントをつけるっていうことは、自分がやっていきたいことの、羅針盤というかですね、方向性は決めてくれるけれども、別におんぶで抱っこで助けてくれるわけじゃないので、みんながつけてるから自分がつけたっていう、こうライトな感覚でやる人は、まあまずうまくいかないよねっていうのも思っていたりとかします。なので、たくさんの企業塾、たくさんのコンサルタントがいて、まあどういう人がいいのかっていう話なんですけれども、まあ私がね、言うのも若干、まあ変なのかもしれないですけど、引いた目で見た感覚で答えていきますが、まず基本的には自分のスキルというか、自分の望みをはっきりさせないと、どこを選んでもダメですね。企業塾選んでもコンサルタントを選んでも。要は、例えば、まあ、お金ならお金でもいいです。月商100万稼ぎたい、月商50万稼ぎたい、月商30万稼ぎたい。で、その規模感において、コンサルタントがアドバイスの内容変わりますよね。あと、やっていただかなくてはいけない、頑張り度が金額によって当然変わっていくので、それであなたの本気度が試されるっていうところになるので、おおよそその企業塾にいる人たちが平均いくらを目指してるのかっていうのが、まず一つ分かった方がいいっていうのと、あとはそのカリキュラムですね。自分が弱いところを中心に習う、ピンポイントでツールの使い方を教えてくれるのがメインの塾なのか、それとも私のように包括的に
いわゆる教室事業に全部必要なことを包括的に教えているような塾なのか、それによって当然金額も違うし、かかる時間も変わりますよね。ツールベースで言うとピンポイントでっていうふうに考えるのであれば2、3ヶ月とかもあり得るかもしれないですけど、私の場合には一応6ヶ月はベースでは見てるんですけど、結局しっかり定着して集客の作り上げたホームページに対して集客の、稼働状況とかまでちゃんと一緒にチェックしていくっていうふうに考えると大抵1年かかることが多いので、長期スパンできちんと作っていきたいっていう基礎作りをちゃんとやりたいっていう方が私の塾の場合には合っています。ですから自分がどこまで目指したいのか、何を目的にその企業塾ないしはそのグループのアカデミーとか、まあそういうとこでも構わないんですけど、それを得たいのかを自分がはっきり決めないと、与えてくれるのを待っていてならなかったっていうのは多分勘違いで、どこの塾でも自分が目指すべきものに対して努力と行動していかなくては絶対に欲しい成果は手に入らないので、まあ私の中ではくれくれ星人って言ってるんですけれども、何かをしてくれ、これをしてほしいとか、その受け身の体制では学校の授業とは違うので、欲しい成果は絶対に手に入れられないと思ってるんですね。まあ、だからそもそもどこを選ぶのかっていう目も、自分の人生とか過ごしてきた時間とかにもよるので、まあまずみんなで一緒に入るから入るっていうのはまあやめた方がいいですね。確かに仲間がいた方がいいけれども、そのグループで甘えちゃうので、その入った中でグループができるのはいいんですけど、なんとかちゃんとなんとかちゃんと一緒に入るから入ったみたいなノリだと企業塾は難しいですね。おそらく変な甘えが出たりとかねしますんでね、たまたま入った時にいたって言うんだったらいいですけどね、友人がね。そういう状態じゃない方が多分成長できると思います。違う方とお付き合いとかする必要もありますのでね。なので実務型なのかその講座型なのかっていうのもあるし、その講師がそのやっている業界を経験してる、実際に運営したことがある人の方が、まあより現場に近いアドバイスはもらえますよね。もちろんそれがなくても想像で、経験と想像でそれを言っていけるタイプの方もいらっしゃるので、ここはその方の発信とか、まあ、メルマガも含めてですけど、見極めをした状態で選んでいくのが多分いいので、当然期間と金額が変わっていきます。だから期間が長い方が通常は高いです。だけれども凝縮した内容とか先生がたくさんついて一気に学ぶっていう場合には短くても高いし、あと安いからいいっていうもんでもないんですよね。安くて確かにすごくいい内容、自分に合ってる内容っていうところもありますけれども、大概はかかる時間とどれだけフォローしてもらえるかっていうところで金額が変わっていくので、まあ、こんなお話も聞きます。なんかグループで一方的に先生がしゃべるだけで自分のケースはどうなのかっていう質問ができない状態だったので、全然自分が伸びなかったとかいうお話も聞きますけど、まあそういうルールなのは多分入会時に分かるはずなので、そこを選んじゃってるっていう、自分の目もやっぱりちょっと反省した方がいいですよね。で、そのカリキュラムはもちろん金額と期間と得れる内容が納得できるものであるものに越したことはないんですけれども、やっぱりその思想ですね、講師の思想は、いろんな SNS の発信とか発言の方に端々に出ていくので、それが自分の考え方と合うかどうかっていうのもやっぱりチェックする必要がどうしてもありますよね。まあ、コンサルタントの選び方と共通する内容になりますけれども、もうとにかくどんな人でも見捨てずに最後までフォローしますっていうベタベタなタイプが良ければもちろんそれがいいし、ある程度スパルタでもうダメなところはダメって言ってもらって、スパンと指摘をしてもらって、それに対して自分がやっていくっていうことが好きな方、要は成長と自立を促すようなタイプのコンサルティングが好きな方はそちらがいいと思うし、もう二人三脚でずっと
一緒にいて、もう逐一報告したら見てくれるっていうタイプがいい方はそちらがいいですし、誰を選ぶかもご本人なんですね。ただ、どんな、集団のレクチャーであろうと、個人のレクチャーであろうと、その中から得たもの、自分が、あ、そうだな、いいなと思ったことは、必ず実践しないといけない。一個でいいから。で、そのいい話聞いたなっていうタイプの人、まあ、セミナージプシーとか、企業塾ジプシー、コンサルタントジプシー、どれにも共通してるのが、いい話聞いたな、そうなんだよねっていうのがわかるけど、やらない人ですね。これはどこを回っても変わらないし、どこの塾では全然そうしてもらえなかったとかいう発言をした段階で、あ、この人はもうやってないなっていうのは私は聞いた瞬間にわかるので、本当にまあそこの塾が良くなかったのかもしれないけれども、まあ、本人もやってないよねっていうのが大概原因としてあり得るので、その人はまず自分のマインドを変えない限りはどんなところに行ってもうまくいかないっていうのが私が感じていることです。あとは自分が行動するんだけれども、それに欲しいだけの知識をくれるかどうかっていうのは、まあセミナーとかが先にあれば聞いてみる必要があったりとか、まあ、発信しているものとか内容とかで思想ですね、考え方が合うかどうかをやっぱ選ぶっていうことがどのみち必要になってきますね。例えば私に何かは決してそんなにすごく甘やかすとか優しい言葉をかけてっていうタイプのコンサルタントではありません。だけれども私が願ってるのは、自分で例えばこういうことをしたいと思った時にビジネスを組み立てることができる思想を持ったりとか、あとトラブルに巻き込まれたとしてもちろん相談に答えますよ、1回目は。でそれが、こういう方向で考えたらいいっていうことをご本人のやっぱ身をもって知ってもらって、次回からは1人で対応できる、それによって成長していくとビジネスの構築ができていく人になっていくんですね。そうすると教室業じゃないビジネスを立ち上げたとしてもうまくいくんですよ。考え方とかが身についていれば、教室業だけに特化してノウハウだけを知って、それで先生が言ったのレールにだけ乗っかってる方はそれができない、応用が効かないから。私の場合には事業展開を広げていくことも想定している方にアドバイスをするので、思考と考え方と組み立て方ですね、これを教えるイメージなので、それを考えて動けるタイプの人じゃないと指示待ち人間の方は向かないということになってます。ですので、私と相性が合う方っていうのは当然いるし、違うコンサルタントと相性が合う方っていうのは当然いるわけなので、選び方そのものもまずは自分の軸を自分で持たない限りはどこに行ってもうまくいかない。自分の軸を持つっていうのは、いつまでにどういう状態の自分になっていたいのかっていうのをきちんと自分が明確な意思を持つっていうことですね。それに合ったところを選んでいくっていうのが必要になってくるので、それができない場合にはまずうまくいかないし、払ったお金が無駄になるとご本人が思ってしまうことになります。与えている情報が正確で再現性もあり、いい内容だったとしても実践しなければ成果は出ないし、実践の仕方を間違っていれば成果も出ないし、本人がその道を信じていない限りでも成果が出ないので、なかなかね、難しいものもあります。私も単発で行く、その企業塾というか必要なスキルだけを学ぶためのものも行きましたけれども、全てが100%満足いったかどうかっていうのはそうじゃない時もありますよ、実際に。だけれどもその中で1個自分が欲しかった学びと成果が出れば良しとしないと、欲張りすぎるともちろん全部がうまくいくケースもありますけれどもね、欲張りすぎると不満の方が大きくなります。これが成果が出れば良しとするっていう、そのせめぎ合いの必要な分岐点を自分がそもそも決めておかなくてはいけないということになります。ということで本日のまとめですが、教室の先生のための失敗しない企業塾コンサルタントの選び方2.0、一番のポイントは、
そもそもそれを決める前の自分が軸を持つということ、そして、自分が欲しい成果を先に決めた状態でそれに合う企業塾ないしはコンサルタントを選ぶ際には、その方が、どういう思想を持ってるかっていうことをちゃんと見た上で相性が合うところを選ぶっていう感じですね。華々しい実績とか華々しいその成果だけが全てではないっていうことです。思想が合わない場合にはあなたの成果は出ないと思ってもう間違いないと思いますので、そこを読み込むブログでも動画でもいいので、その観点で考えてみてもらったらいいと思います。それでは。